母里美は、日本の江戸時代の昭や出雲国の戦国武将山中高生の子孫。山中常明の長男、母は不詳、または、皇女、伊右衛門とも称した、通称は、吉早やいよいよ衛門と称した。長女は、お常。母書は、広島市西区の光前寺系第山中華墓地に、あり、法号は、尺尾、天清吉林神寺。 完成3年12月6日に父である、山中綱明が没したために家督を相続し、吉和やいよいよ絵門と称して、事業を継承し、塩浜経営に専念した。夫妻には男子がなかったため、長女のお常に、婿養子を迎えた。山中綱帯以降の歴代の吉和屋の当主は、吉和やいよいよ絵門の通称を継承し、塩浜経営を行ったが、江戸後期に入ると、 塩田不況により、有力な浜主も塩浜をやむなく手放さざるを得なく、なり、海老塩浜の塩浜も衰退していき、天保年間には、吉和屋は塩田不況の影響により塩浜経営に失敗し、多額の借金を背負ったために没落への道をたどる、ことになった。江戸時代後期に、秋広島藩が総力を挙げて編纂した、書物、芸藩通史五十五巻の秋最期軍。 古谷の孔に、えび塩浜、山中市、先祖孫へもんぼ山中鹿之助後生が女をめとり、草津村にジュース、末孫、えびに移り、数代離職たり、孫在衛により、今孔助に至る旧姓とあるが、旧姓孔助とは、山中正富のことである。ありがとうございます。